阿蘇市刈尾にある阿蘇市立尾貝市東部小学校。平成28年3月5日に閉校式が行われ、142年の歴史に幕を下ろします。尾貝市東部小学校は明治7年の刈尾学校の設立以来、その長い歴史の中でこれまでに2900人余りの卒業生を輩出しました。大正10年に尾貝市東部小学校を卒業した吉良典夫さんは、埼玉県で歯科医師になった後、昭和48年から10年以上にわたり母校に寄付を続けました。その寄付をもとに吉良文庫が設立、寄付金は基金として運営され、これまでに2000冊以上の図書が購入されました。平成13年に発足した刈尾子ども虎舞は、地域に伝わる伝統芸能刈尾虎舞を継承しようと、刈尾産区の虎舞保存会の協力や指導のもと、総合的な学習の時間を利用して例年高学年が取り組んできました。閉校にあたる今年度は全校児童で取り組み、阿蘇市の子ども芸術祭などで披露されました。さまざまな場面で地域の方たちに支えられてきた尾貝市東部小学校。朝の読み聞かせボランティア、また放課後子ども教室では地域の人たちが先生役となって料理教室を行うなど、貴重な体験を児童たちに提供してきました。昨年12月から取り組んできた閉校式で発表する全校児童と保護者による合唱の練習の様子です。尾貝市東部小学校の卒業生で県立高校などで合唱の指導に当たられた草尾文隆先生の指揮指導で7曲披露します。大人でも難しい組曲阿蘇にも挑戦し、心を一つにして練習に励んできました。平成28年3月5日に行われた閉校式。式典を前に閉校記念碑の除幕式が行われ、校歌も刻まれた御影石の記念碑がお披露目されました。閉校式典の中で上田照夫校長は、地域の皆様に支えていただいたことに深く感謝し、これまでの尾貝市東部小学校の多大なる功績と輝かしい伝統は、先行統合される阿蘇西小学校に必ずや引き継がれることと確信していますと式辞を述べました。続いて行われた閉校イベントでは、地元刈尾に伝わる大太鼓も登場し、和太鼓の迫力あるステージが繰り広げられ、会場を盛り上げていました。また全校児童と保護者による合唱では、校舎に別れを告げる曲などが発表され、児童たちのひたむきな歌声は感動を呼び、観客の涙を誘いました。フィナーレの組曲阿蘇には保護者も加わり、閉校式に花を添えていました。閉校式には在校生の保護者や卒業生、また地域の人たちおよそ300名が参加し、最後には参加者全員で思い出の映像を見ながら昼食をとり、和やかな雰囲気の中、尾貝市東部小学校に別れを告げました。
在の児童数は47人で、3月15日に13人の小貝市東部小学校最後の卒業生が巣立ちます。4月からは阿蘇西小学校と専攻統合され、新しい阿蘇西小学校としてスタートします。ありがとう、小貝市東部小学校。